急に荒れてきおった。おいゴリアテ、貴様の船これ式で沈んだりしないだろうな。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。お匂う匂うぞ、命の匂いだ。今の声は何だ。もうジャコラ、魔王様よ、この海を滑るよう賜った。我が海を汚す雑魚どもめが、その命、魔王様のため、もらい受ける。おのれ化け物、なわしのグランドクロスが効かぬじゃ。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えば、そんな。海の底に沈め。
なんじゃ、じろじろ見よって。わしの顔に何かついとるか。わかったぞ。わしのこの姿が、ではこれならどうじゃ。ふん。ん？この姿もダメか。ならば、これでどうじゃ。ほっ。わしの姿が定まらんとこを見るとお主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものところでどうじゃ、何か釣れたか。じゃろうな。今はまだその時でない。釣れる時には釣れる。来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確か。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ほれ、苦しゅうない。そこ。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょい。ふん。お主、勇者の力をなくしたと思っておる。残念だが、わしにできることは何もない。ただ、一つ言え。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今は釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえばお主今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命。さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは世界を救え。ああ、よかった。海に落ちた後、わしらはなんとか黒い海に飲み込まれて、もう二度とも。そんな時じゃった。突然辺りが光に包まれて、わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り。あら、どうかしたの？
さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と。もう気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらう。さあ行きましょう。勇気を胸に、イカズチを手に。どうしたんじゃ、ぼーっと。
爽快という名の鎖やこの身を縛りつけ、もしあの日に戻れるのなら地獄の豪華に焼かれた。誰か私の願いを受け止めて。それでは噂通り全員が同じ夢を見たわけじゃが、口をなんだか必死に助けを求めてたわね。できれば手を貸して。あの戦士の甲冑に描かれた紋章は、ま、そういえば世界が闇に覆われてからユグノアがどうなったのかも気になる。